白村江の戦い、まあ、ざっくり言いますと、660年に百済が滅亡して、百済が滅亡して、まあ、百済あるいは百済というふうに言われた、まあよく取ってる百済でいきますが、百済の維新が、大和に、救援要請、まあ、この字も、まあ、和というふうに言いますが、和といったら何かなんで、一応大和というふうに言っておきますが、大和に、救援要請、済名が九州にやってくるという、そういう異例の状況を経て、661年、無茶した済名がなくなって、中野大江が大きめの位にはつかないものの、事実上大きめの、まあ、職務を代行するという小生というものがあって、663年朝鮮半島出兵、ところがところがこういったものの、ここの白村江で大敗北を食らうと。で、660年には大和の防備体制が敷かれて、水木あるいは先森田大仏というものが出てくると。で、667年には大津京に遷都して、中野大江の王子が上して天智天皇になるということで、敗因としては非常に貧弱な軍備、未熟な指揮系統、和の後進性というようなことが、まあ、あるというふうに、そういう、まあ、話なんですけども、まあ、この白村江の戦いで一つポイントになってくるのは、なんで滅亡した百済にわざわざ大和は関与を持たのかと。まあ、これは百済と大和の間がずっと深い関係だったということもあるんですけども、実際見てますと単純に、そういう問題でもないということが、まあ言われることと、それから百済百済の滅亡、まあ、そこに至る過程とか百済に肩入れする過程とか、その直前にどういう動きがあったのかとか、そういったことをちょっと、見ていきたいなというふうに思っております。大和と百済の関係ですけども、七支刀がうまくいってませんね。これは基本的にこの大和と百済の関係というのはずっと昔からある。だからこの白村江の縁因、まあこの縁因というのはあの築地ですの和の話から、持ってきましたけども、百済の滅亡というのが直接的な起因なんだけども、そのずっと存在したこの百済のとの関係というのはどういうふうな形で、やってきているのか、いうことで、あの366年に、百済と大和の、関係が開始される。で、これって結局のところ、覇権国家であるところ の乱暴に出しますと、この高句麗が圧倒的に強い力を持っている。それに対する対抗上、この新羅と百済、唐諸国あるいは加谷諸国、そして大和と、こういう風な関係であって、まあ、はっきり言うと高句麗プラス残りの争いと、いうことなんですね。高句麗に対してどのように、対抗していくのかという中で、百済、新羅、唐諸国、大和、まあ、これらの残りは、どのように、対応していくのかと。まあ、その中で、百済は、大和と、強く結びつくというのをやると。まあ、大和の強みは、あの列島上、島嶼部分に、海域アジアの島嶼部分に位置しているので、直接、中華帝国とかの攻撃、あるいは圧力、そういったものを気にしなくていいし、自分のところにどこからやってくるということは基本的に気にしなくていいと。したがって、まあ、軍事的リソースをすべて関東方面に振り向けることができる強みがあるということで、大和の、軍事リソースを当てにするところもあっただろうと。七支刀というのは、結局、関係開始直後に送られていると。で、399年には、高句麗の航海道と大和新羅、百済連合軍の戦争敗北。まあ、これによって高句麗の覇権が確立すると。大和による軍事援助、それからそれに対して百済、あるいは加谷諸国による資源文明の見返りと。まあ、こういう、これを基調にして、進んでいくと。まあ、実はこの新羅をどういうふうに築けていくのか、ちょっと今のところ整理しきれてないんですけども、特にこの百済は大和と深い関係を結んでいくと。と同時に、まあ、この加谷諸国、唐諸国に対しては、大和も積極的に介入していくと。いう、遠い海外諸国、海外地域と言われるように、まあ、ここのところは、小さな都市国家が、小さな国家が分立しているという、そういう形なんで、この地域の諸国は、一つにまとまらずに、くちゃ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 とした地域の中で、大和との連携を強めていくという形、これが、まあ、基本的にあるんじゃないかなと思うんですけども、これについては、もうちょっと詳しい方がいらっしゃいましたら、もうちょっと、違うぞこうだとか言っていただければと思います。あれだよね、まあ、ガヤのあたりからは弥生式土器
はい。まあ、随分出てくる。ね。随分とポツポツ来るわけで、まあ、交流はあるわけだよね。はい。それから、前方後円墳は、まあ、ガヤとペクチェ、あ、クダラの、まあ、教会からに、どうも前方後円墳があるらしいということだよね。うんうん。その一方で、シルラ系と思われる人たちも日本に入ってきてるわけだよね。うん。まあ、そこら辺を古代妄想的に書いてる歴史小説家もいるから、なんとも言えないんだけど、私古代史全く分かんないから、これは面白いよね、これね。新羅と百済の温度差はちょっとね、どうなんだろうとか。うん、例えば、加古川の鶴林寺っていう、あれと半島の匂いのする寺がありますよね。はあはあ、国宝十分で埋まってる。あそこは、会期が小判のエベンなんですね。小判、あ、はいはい。捕虜もしくは工具料のエベン、はいはい、まあだから精神の方からは抜けていくけど、そうじゃない方からとの交流もあった可能性はある。難しいですねこれね。すみません、いつも話をしたくて ね、あの畑一族、はい、このおそらくまだちょっと後に表面に出てくるだろう、畑一族が果たしてどこの出身なのかとかね。まあ、うちにも関係がないわけだな、そうだし。そうでしょうね、畑の先生はね。というわけで、まあ、いろんな話があると思うんで、楽しみにしております。すいません、チャチャはこれで。チャチャってアイヌ語なんですね、これ。そうなんすか。いやいや、チャチャを入れるの、チャチャ。それ初めて知ってなかった。いかんな。これ、引っ込みます。はい。こういったね、一般には、あの日本はこう鉄がないから、うん、製鉄できないから、どうしてもこの朝鮮半島の鉄がないと、軍事力は強化できないということで、もとにかく半島に関わるしかない。これ、鉄を作れるようになったら、何が何でも朝鮮半島に関わらなあかんということがなくなったんで、もう7世紀ぐらい、6世紀かな、ぐらいになると、熱が冷めるというか、下がるというか、絶対朝鮮半島に関わろうというのでもなくなって、まあ、半島は半島、日本は日本で行くようになるんやというふうに普通説明するんですけどね。それはそう、それもあれでしょうね、そう当然。だまあ、うん、日本の、あの、大和の場合、宗主国意識が強くて、それをどこで切るのかっていうのは結構難しいところであるんですね、これ多分。この加谷将軍の昔ね、見まなって言ったんだとか、いろいろあの、議論がありましたよね、見まな日本があったんやとか、私はあの、小学校の頃に勉強した。あとは今全然違って、見まな日本語なんてなかったんやとか、うん、見まなという言葉自体がね、教科書から消えましたね、うん、消えてしまって教えてるわけだよね。百済と新羅というのはね、これは基本的に違うんかとか、まあ、たまたま2つ政権ができただけなのか、ここはよく分かんないですね。なんかもともとあれなんですかね、新羅、百済ってなんかあの王のこのあれって結局最後は分離というか、あの同じあれから分かれてきたんでしたっけ。いや、ちょっと気をつけた方がいい。神話とかそういったレベルでは、うん、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、あのペクチェの王は北方系の可能性あるんですよね。 もっと北方系の、うん、あの北方騎馬民族系とかそちらの方ですかね。いろいろとやっぱり敗北して南に下がってきたって説もあるぐらいで分かんない。もともとあれでしょ、あのペクチェの首都はソウルでしょ。ソウル あの運動公園っていうかのところにある土村、うん、土壌が首都の跡って言われて、それと同じテイストが今度負けて南に戻ってきて広州、今州、うん、あ、公の州、はいはい、の首都はほぼ同じテイストでに来るとテイストが変わるんだよね。だからそこら辺でどうなのね、よくわかんない。とにかく日本はこの百済と仲いいんですよね。基本的には百済と、うん、あの百済あるいはこの唐諸国との関係で、新羅に関しては若干遠いですよね、うん、と説明しちゃうんですけどね。じゃあなんで百済の方と近くって新羅の方とはいまいちなんやと言われるのね。難しい、わかんないです、うん、どうなんでしょう。
ただあのロヤとペクチェの接点あたりから前方後円部があると。おそらく人権そっちの方にあるんでしょうね。まあ、この海洋諸国と、もともとこちら、もともと多分、もしかしたら、ここにあって、これがこういうふうに繋がってきたのかもしれないけれども、とか。わかんない。わかんないですね。ただ、事実として前方後円墳は、ガイア諸国とペクチェの接点近くにある。うん。それ以上のことは言えません。あの前方後円墳も、朝鮮半島が日本に伝わったという説と、日本のが朝鮮半島に伝わったという説と、あるんでしょ、はい、日本がオリジナル で半島の方に伝わったんやという方が多数派になってるんですか、この前方後円墳については。私らのあれだったら、あの知識やと、そもそもあのこれ日本独特だなってそれ以来で知識がほぼアップデートされてないんですが、可能性としては共通する同一集団がいた可能性ですね、うん、伝わったって言い方がおかしいんで、共通集団、同一集団がいたって可能性があるわけです。それは そうですよね。だからここはあの評価の問題で非常に難しい問題があるよね。だからあれだよね、あのなんか新書で出たよね、あの逆側から見るなんだか日本海とかなんとか、そうするとまた新たなことが見えてくるって話になったと思うんで、いや私はよく覚えてない。そこでやっぱ過去側の行者塚と古墳とか使われた記憶がある。ごめんなさい。うん。だから、法的に伝わると思っちゃいけないわけですね。なるほどね。うん。どっちがじゃなくてね。うん。お互い影響し合って、ある意味じゃ同一集団がこう、行き来してる可能性あるわけで。うん。基本的なことなんですけどね、高句麗とね、百済新羅、はい。朝鮮北部と朝鮮南部でね、これ人種的、言語的には一緒なんかと。いや、と、コークリって確か中国な気がするんだけども、どうやったかな、あれ。ざっくり言うと、鮮卑系。百済は王族は鮮卑なんだけど、ひょっとしたら庶民は官、上。ああ、はい。だから、言われてる上は、どこを指すのかっていうのも問題になってくるわけですね。すごく問題になってくる。ある意味、朝鮮半島南部と日本なんて一緒なのかもしれないね。うん。ある。それだったら一つ。そうやればありますね、こういう。特に九州、九州あたりやったらもう完全に。そうそう。その問題っていうのがまさに今回の問題なんでしょ。だってあれでしょ、あの、絵図でも北方系、いわゆる中国北方系っていうか、東北系っていうか、韓国、朝鮮北方系の人たちの風俗と南方系なわけでしょ、うん。まさにそれが国領、侵略王朝。略奪王朝の国領と南方系の農業基盤の違いなのかなっていう気もしないではないよね。ああ。これ前、あの、川勝守先生と飲んだくれて、はいはい、韓国で。それは北朝鮮のやってることは普通で、すでに侵略、略奪王朝じゃないとやっていけないのがあのエリアなんだよって、そういうことをおっしゃった、うん、ことがありましてね。そうでしょ、富ってのはそういうもんで、うん、いやすいません、これあのだから今日のあの畑野先生の話の基本ライン、基本構想はここにあるわけでね、まさに国領とどうするか、うん、国領どうするか、うん、まさに侵略王朝とか略奪王朝ですね、向こうは、うん、確実にそうじゃないと食えないんだから、そう、戦費、これが大きいですね、戦費族と言われる。これ大きいよね。これ大きいですよね。戦費族と漢族違うんだよ。そうそう、国領系の戦費族、これ。だから逆に言ったら、こっちの方が近くて、あのこっちの方が、この関係が遠いということも考えるわけです。そうですよね。うん。国領戦費、これがあれでしょ、ヌルハチとかに行っちゃうわけでしょ、系統として。そうなりますよね。あの、渤海を経て。渤海を経て、常にあそこにあるリャオトンから北にある常に脅威があって、うん、そこと中国のまさに漢民族って言われるのと、あと朝鮮半島南部にいる漢族、うん、その関係の中で日本が巻き込まれてるというか、とっても美味しい立場にいる。
現時点は日本を失ってますね、これは、うん、っていう話だと思うんです。すみません、ちょっとざっくりと。ざっくりと現時点では日本美味しいところに美味しいポジションを占めておると。そうです。いうあたりです。はい。高栗高海道って昔の高太陽って言った。はいはい。王様でしょう。はい。できることどうでもいいんだけど、しょうもない話だけど、この前日本の自衛隊と韓国海軍が戦ってましたよね。レーダーショーって。あの時、はいはい、韓国海軍の船、公海道とか言ってましたね。言ってましたね、あれ。うん、ああ、そんな名前つけるんやなと思ってね。ということは、韓国でも公海道というのは英雄なのかと。ペヨンジュンの太陽詩人記も、確か公海道が一応、まあ、モデルだったはずやから。それ言ったらすごいのは、韓国行ってテレビドラマ見ると、高麗って国はダメなんです。高句麗は、国の半島を、これだけ広げてすげえ国なんだーって小倉で盛り上がるんです。あ、これって日本で言うとアイヌが沿海州まで攻めてったすごいよねって言ってると同じじゃないっていう議論にもなるんだけど、あ、すみません、ちょっと暴論入っちゃったあでも小倉ね、隋に勝ってますからね。うん、ジョンセンがガチ勝負で中国に勝った相手、確かに小倉だな。コウクリが隋を潰したと、うん、いやだからこれコウクリ高麗というのがコリアになって、朝鮮ではコウクリが誇りなんだって、あ、だから高海道が軍艦の名前になるんかとかね、うん、それは清浄大王とか歴代の有名な王様になってるわけだけど、うん、だからそれはアイヌのコシャマインを日本の王様だっていうのは等しいんじゃないかっていうあるわけですよ。アイヌと今の我々日本の多数の人たちとは違うということだけど、同様にこれ朝鮮でもこのコウクリと今の朝鮮の主流は違うという。違いますよ、うん、はっきりと違うんだけども、彼らはそこを意識してるんだろうかとか。ね、だからそこで幻想の共同体があるわけです。あ、はいはい。学生に説明するときは、この現象はアイヌが沿海州で攻めてったら日本すげえって言ってるの等しいんだよっていう。なるほど。それぐらいアイヌと京都の朝廷ぐらいの差はあると。日本の北九州と大和の差どころじゃないと。私はさっきから、うん、暴言入ってますからねただ可能性としてはそういうことも考えてよっていうことは学生に言います、うん、これ白村江の時は日本をこう送りと組むんですよね。組みますね、うん、雷斎同盟ができますからね。だからまあそれ以前にこう送りと百済が党を前にして手組むんですわ。だからまあ雷斎同盟ができてるんで、その関係でまあこう送り百済日本大和との関係が出来上がるという、いわゆる和の号ですが、こう書いてあります。400日年、和三、宋に献詞。で、まあ、この号があれですけども、これ、和三、陳、議論の一つなら、まずこれですよね。和三、どうたらこうたら、三死して陳達、弟陳達、和生達、生死して、こう達、こうしてブー達。僧侶によると、このところの陳と生の間に、これがないんで、これがないんで、王朝交代論が出てくる一方、いや、書き落としただけじゃねえのかと、いう議論も出てくるわけであって、まあ、この辺は、難しいところです。それから、もう一つ、和の号というけど、和三、和陳というふうに書かれていることから見ると、この和というのは、単に国語を示すのみならず、むしろ、姓、これが姓だったんじゃないかと見る見方もあります。だからこの段階では、この文あたりまでは姓があったんだろうと。で、おそらくは天皇家が、これ以降姓を失っていくんじゃないかという見方も、まあ、なされてるわけであって、やっぱり夢というのはこの文の上評文であって、百済や新羅に対して強い影響を持っていることを自己主張している、そういう側面があると。これは雄略天皇の冒険とも関係してくるわけですが、和を武、この和を武っていうのが若竹と言われる雄略天皇であるっていうことはまあ間違いないだろうというふうにまあ言われてるわけであって、
私もその辺はどうも、まあそうなんだろうと。稲荷山、古墳鉄剣名には、天下ということが出てきて、これちょっと注目する人もいますね。天下、要するに天ではなくて天下である。つまり基本的に日本列島を中心とした、秩序地域、まあ中国とは異なる天下という言葉、まあ、この天下という言葉がどのレベルを指すのかというのは、まあ、いろいろ議論があるんですが、まあ、この段階ではいわゆる大きみの支配領域であると、いうことでしょうね。で、この大きみという言葉がいつも出てくるのかというのは、まあ、それはあれなんですけども、一つには有楽町の頃に出てくるんではないかと、いうわけだ。要するに、まあ、あの有楽町というのはそれまでの天皇とはおそらくは違うんじゃないかという見方もあって、あの葛城氏、吉備氏、こういったものが没落していく。で、葛城っていうのは、基本的に地名プラス御身、こういったものが没落し、逆に、こういう職所を持って大きみに使える、そういう新しいいわゆる官僚層に近い、そういう、まあ、あの豪族が勃興してくると。まあ、この葛城氏とか吉備氏、要するに地域の有力者であるっていうのは、結局、まあ、下手したら、葛城とかったらいわゆる吉備と言われる、地位、これは一つの血統ではなくていくつかの血統によって維持されていたとするならば、有楽以前の方は、まあ、何人いくつかの家があって、それで、分かれて、例えば崇天皇が崇人、それから水人、彼らが入彦王朝で、王人以降、和家ということが、続くことに注目して、入彦から和家王朝へという、いわゆる王人の頃に王朝交代があったという議論もあるわけですけども、まあ、これなんかも例えば入彦、和家、彼らが単に万世一系という形ではなくて王朝交代あるんだけども、これ例えばそれが一系じゃなくて、いくつかの有力な豪族の中での一番トップのやつが王になるという、そういうシステムであれば、入彦から和家への、転換というのも、いわゆる戦争による王朝交代、暴力的な王朝交代ではなくて、別に王朝交代でほどもなく、たまたま入彦系の人間の話と、それから和家王朝系の話、そういう集団の中での、持ち回りといいますか、ぐるぐるとこう 王が変わってきていると。いうことも、まあ、考えるわけであって、そういう、システムがおそらく有楽町の頃に大きく変わると。まあ、有楽天皇というのは、基本的に古事記日本書紀でも非常に悪い王であると、いうふうに書かれていて、まあ、要するに有力王族を片っ端から、殺戮するというような、そういう形、家来やら、有力王族からそういったものを片っ端から殺戮する形で、まあ、成立してくる。そういう意味で非常に大きな転換期になるんではないかと。おそらくこの頃、いわゆる宇治なっていうもの、これが成立し、同時に、宇治を与える大きみの宇治名が消失していくと。まあ、この頃、有楽の頃に、大きみを頂点する大和王権が成立したんじゃないかと。いわゆる大きみと貴族というものが成立する。それまでの豪族連合という形から、神聖なる王と貴族というものが成立していくと。くだらはこの頃、高句麗に一旦滅ぼされて再興するんですけども、日本書紀においてはこの有楽町が関わっているという、そういう記述があって、まあ、三国史的にはそういう記述はないんで、この辺はどういうふうに気づけるか、まあ、有楽の頃に僧正和国伝に出てくるようなそういう禁止書があっていることから見ると、有楽といったものがどういうふうな戦略を持っていたのかということと並べて考えると、なんとなくこの日本書紀に書かれているくだらの最高に有楽町が絡んでいるというのは、軍事大国というのは大和という、そういう自己認識が伺えて興味深い事例ではあるというふうには思います。あともう一つ、そうそう、有楽の場合、この、天下が出てくる、大きみが、出てくる、この和王部、まあ、このあたり実は劉宗帝、この僧正和国伝に出てくる和王部の剣士の後、滅びちゃうんですよね、あれ。翌年には滅びちゃうんですね、あれ。しかもその時の皇帝がまだ、子供やったということで、その報告を聞いたら、あ、これは
中国にやっててもしゃあねえよなというのが、あるのかなと。だから東アジアにおけるそういうさまざま大きな変動、特にあの南北朝の層、流層の、衰えと、滅亡というもの、その子の北西の、その子の、西の低たらくとか見てる限り、当時の有楽にしてみりゃ、あ、これは違うよなというのが、できて、まあこれも一つの転換の原因だったのかなという気も、しております。これクダラって一回滅びてるんですか？一回滅びてるみたいです。航空に保護されてるみたいです。不思議ではなんかそういうふうに滅ぼされたけども再興されてる。で、日本書紀ではそこのところクダラが滅びた後に有楽のもとにいた、人質としていた王族が帰って新たに成功したと。それは考古学的に言うしかないんですね。だからプヨの滅亡の、まあプヨはある時亡くなってるからね、それがいつなのか、それをきちっと決める異物から魚鱗差とかいろんなのがあって、いつ焼けてるのか決める、うん、そういう地道な作業の先にあるわけですよね。非常に難しい作業ですね。一筋縄ではいかない、地道に行かなきゃいけない。最近はあんまね、プヨの発掘もどんどん進んで、いろんな新しい知見が出てきて、いわゆる外周を囲ってる可能性がある、非常に広域に囲ってる可能性があるって言われてきてて、私もついていけないもん、うん、だからそういう情報があるっていうことだけ提供します。これ難しいね。専門家見てたら私なんて殺されるね、春病推奨有楽町って本当にそうなの？わからないです、うん、私もたまたまこれです、大津先生のこれです、まあ、大津さんだからね、もう言ったら真実だよねブレス町の、ね、問題とね、2回切れてんのかね。ブレツで、なんかこっちやったかな、こっちやったかな、倉本和弘さんはブレツ、有楽が死んだとしばらく、有楽は言われてるも、もっとしばらく生きとって、有楽が死んだとしばらく空位がついたとで携帯来てるんじゃちゃうかということになるんで、まあ、ブレツ、この辺有楽だとなんかちょっとわからないですね。ブレツはない、ブレツはないと。で、大津さんはブレツはあると、お初セットという地名があるんで、おそらく、うん、ブレツがむちゃくちゃやってるかどうかは別にして、ブレツが存在したことはあれやけども、倉本さんはもうブレツはいない。難しいね、まあ、あなたに難しい、ね、こうなると陰謀論の小座先生に登場いただくしかないですねこれは陰謀だとかね、ブレツを作った陰謀だとか言って、うん、そブレツ天皇自体が架空の天皇だという説があるんですか、うん、そうなんですよ。やってることあまりにスプラッターだもんね。で、これは須田宗吉が確かなんか言ってなかったかな、あそこに書いてあるもん全部中国の悪い王の、そうそう、パクリア言うて、ブレツで断絶したことを強調するためのプロパガンダみたいなことを、ただある意味断絶はしてるわけですね。うん、それをこう説明するために、あと有略断絶はあるわけですね、可能性として。うん、青年人権建造、まあ確かに有楽だと青年で終わっちゃって、この有楽殺戮された有楽王族の生き残りからとできてるわけだから、まあこの辺りなんてどうなんだろうという、分かんないよね、そんなの証明できない、実証はできないよね、実証できない、古事記のギリギリの解釈だから言うてることは随分違ってくるんで、なかなか難しいよね。百田先生を採用すればいいんだろうみたいな、百田先生出てきてって感じ百田先生はあれでしょ、携帯から始まると法人から始まって、一旦ブレツというとんでもないやつがおって、携帯って分かりやすいところで、まあ、すいません、携帯ってあれだよね、ヤマトに入れないでうろうろした人だよね。そうですね、まさにヤマトタケルもそうだよね。ああ、そうや、ヤマトタケル、そうですね、あれ子供の体になって言われて入れる
古代史なんて分かんないよね。それも、ちょっと分かんないです。素人が分かってなかった言いまして、ボロボロ。はい、すいません。あの、真ん中のね、はい。大友ものノベーでしょ、村字系の、はい。はい。これ、この連中というのは、あの、妃は出せないんですか。大きい。大友ものノベーは確かにそれは出してないですね。多分。で、カズダギってあの、妃いっぱい出しますよね。うん。これは何でですかと聞かれたことが。高校生、いや、それ、大友ものノベーって家来やからや。まあ、そこ、いや、まさにそうじゃないですか。大友ものノベーは完全に使えるものであって、カズダギとか、は、あの、一緒に王権を形成するもの。海の全盛最後はあれですね。ヘグリ？はい。ヘグリの海？マトリとかシビ？はい。だよね。ですね。ブレツの時の。うん。あれ、あの、ヘグリさんは、あの、ブレツの時にやられるのかな、一応、はい、個人的では。あの、ナンパ会で勝っちゃった方のバカ息子が。うん。で、あの時、争った相手が、物の部屋、荒海の娘、影姫だったっけ。はい、そうですね。うん。で、結局、あれを暗殺した、この、ガチンコで殺したのが、大友の金村だったっけ。うん。そんな感じだよね。そんな感じですね、確か。だから、村地と海って違うんだよね。で、海が潰されていくのかね。こういう見る限りではね。うん、で多分オミツのはそういう意味では王権を共に構成するもので、村は実は王権使えるものというような感じで説明できつくのかなと。なんかあるんだよね、私は分かんないけど、そこら辺ちょっと面白く説明して、なんか書けるよ本。だって説明してるとね、蘇我氏が突然出てきて、オミでしょ、蘇我氏っていっぱいキサキ出しますよね。うん、あれはなんでですかということになって、そこはちょっとわからないですね、あれ。わかんない、そがって地名だからね。そが、うん、そういう意味ではそがもあの海系のあれであるのは間違いないですね。ただこの頃にあのこの辺に比べるとちょっと新しいような気がするんだけども、信仰を言っちゃっていいのかな。あれじゃないですか、あの新たに来た人たちを束ねてる、うん、元からいる親分。あ、はいはい。で、私は思ってきたんだか違うのかね。してみて、ボロンボロン。うん、あの、トライ系をたくさんこう抱えてるってイメージあるんですけども、その、肝心の親分はどうなんだろうとか、いろいろ思っちゃう。うん、そう、まあ、前からおったんか。海ですかね。で、圧力起こったのかね。一応、蘇我氏も古いやりでありますね。蘇我ってのはずっとサバイバルするんだよね。うん。蘇我は、あれだった、石川氏だったっけ？石川氏です。石川氏。石川氏として結構奈良までサバイバルするんだよね。一応平安京の、平安京戦闘がなくなった石川の守り、三行を最後に空京がなくなる。うん。だからそこまではサバイバルするわけで、物の部だって結構サバイバルするんでしょ？磯の神として。磯の神と、そうですね。物の部、最後、おぎゅうすらい。うん。ブツボケはいいけど。だから、その滅亡したっていうんじゃなくて、結構、両方とも苦行として生き残るわけだよね。生き残ってますね。だから、ここのイメージの違いっていうのを、やっぱり打ち出さなきゃいけないなって思うんだよね。磯の神矢勝ぐまでは残っていて、そう、まあ、それが苦行した最後だけども、あと、まあ、あの、くつかの士族がバラバラバラっと、そうそう。結構あっちこっちで元気で生きてるわけです。長門宿の高等氏とか、うん。あと、石神さんなんてのは、こんな引っ張る可能性あるわけです。そうですね。でも面白いんですね。だから、いわゆる一派滅亡っていうことはそうそうなくて、結構しぶとく、うん、敵陣を持つ。ここに大和大王政権の、まあ特質があるのかなっていう気もするんだけど、やっぱり連合政権なのかなとかね。すみません、素人です。朝鮮半島とのね関係でいうと、この和の号、
中国に使い出して安東大将軍にしてくれとか、ね、はい、一生懸命言うてますね。百済も自分の担当派に入れてくれとか、あれやっぱり聞くんですね、中国にこの範囲を治める将軍にしてくれで。有楽の時に聞かなくなったのかな、有楽の時はそれを言いに行かなくなったんですね、これ。有楽は逆に言ったら聞いとったわけですよね。いや、ずっと行くたんびに、なんとかかんとかにしてくれって頼んでますよね。頼んでますね。基本的には、それはまあ、代変わったらそのたんびごとに安堵とか求めるという、保証を求めるという。うん、これも、新羅とか百済に対する、あれも、微妙になんかズレがあるみたいなんですけどね。いわゆる支配権なのか、それともそこの指揮権、まあ、ちょっとよくわかんないですけども、そういうあたりとか、まあ、で、この後は例のブレツからのところで切れちゃいますよね。じゃあもうそこで外交方針なんてのも一旦ご破産になるんですか、うん、外交方針って多分有楽の時に和王武の検視を最後に和王武がまだ若かった頃に最後出して、多分武こと有楽がこれあかんわって切っちゃったんじゃないかなとは思うんですよね。つうのは和王武の最後の検視がまさにこの流走の最後の瞬間であって、これから遣隋使まで100年ぐらい空白があるんですね。そうですね。だから有楽朝の時に多分流走の乱れを見て、これはもう あかんわと、まあ中国その頃もボロボロですからね、はっきり言うて一応流走に行ってみたものの南北朝時代ですから、まあ押して知るべしというか。そうなのかな。だってまず一つの王朝が滅びたって情報が来るのに何年かかるか、まずこれが1点。2点として、まあいやボロボロでも次の相手と物質的文化的経済的な関係を持とうと思ったらアクセスしていくんじゃないかっていう可能性ありますよね。だからちょこちょことは、まあそれが公式の外交ルートになるかどうかって話だと思うんですね。美味しいでしょ、やっぱりどうしても。100年間、何も外から来る経緯なくしてやってたのかっていう。いや、そこはか朝鮮半島の方にシフトしていくとか。朝鮮半島かな。朝鮮半島からの文化があるから、うん、なるほど。わざわざそこまでアクセスしなくてもいいかなみたいな。なるほど。面白い。わざわざ中国まで行かなくても、逆に言うたら、百済との関係を強めていくと、わざわざそこまで行かなくてもいいよなみたいな。うん。その時、武烈天皇が暴虐を、とんでもない天皇で、慶太天皇に変わるんですよね。でいわゆる王朝交代やと言われている。この後ですね、はい。この後ね。あそこのとこ、あれ、慶太って、婿入りしてるんでしょ？婿入りの形取ってるんでしょ？一応そうですね。婿入り取った相手側の女性ですけどね。はい。あの人は実在なんですか？まあ、一応実在と、金名の母親から、まあ一応実在って言うてええんやないかなと。それではブレツはその兄であるブレツはどうなってるんだって話だけど。そう、そこはね、ブレツが兄弟にブレツをおらへんにしてしまったら、この妹の方の存在も怪しくなるんとちゃうかなと。妹の方がちゃんとしてて、兄の方だけが架空のかなとか。有楽の方の有楽系の娘と携帯が結婚したというふうな感じであるんでしょうね、と思うけど。あの時ですけどね、大友の金村が招待したことになってますよね。はい。大友とか物飛びとか旧王朝の豪族たち、この無駄時世の連中は横滑りするんでしょ。そのまま滑りますね。そうすると官僚層は旧王朝を使うですよね。みたい、うん。でトップだけ携帯が来て向こうだから、そうすると女の子を通じて旧王朝、王人王朝がつながってて、慶太って征服したわけでも何でもなくて、ごくわずかの人たちが婿として入り込んだだけやという、そういうもんなんですか？
その辺ちょっとちょっと次ちょっと見てみましょうか。中世の中富氏にある、中富氏が書いた釈二本義という伊勢のあれらしいんですけども、系図を元にしたものらしいんですけども、携帯王朝のこの辺りっていうのがこういう感じらしいんです。あくまでこれ釈二本義の系図であって、これ古事記日本書紀では結局王人から五代の孫という形で処理されてるんですけども、これが、ホムツワケですけど、ホムツワケじゃなくて、おそらくはホムダワケの間違いだろうと。まあ、このホムツワケとホムダワケであるこの王人が同日人物なのか、それとも水人の王子のホムツワケでいいのかとか、その辺ちょっとあれなんですけども、これはまあこのツーツーのがダーだろう、ダーだ、なんだろうけども、この辺はちょっとわからないと。で、この、若野系の二股を、この若付けの人またはこの人、この子孫が、この人がいわゆる形態になっているわけですけれども、一応古事記日本書紀の系図によるとこういうふうに、王人仁徳、利中藩税隠行、安康優略、青年、建造人権、武列と来るわけですけれども、まあ、優略が死んだ後の大きな混乱、つまり青年、建造人権、有楽がこの人を殺していって、青年が死んだ後、王を一生懸命探すということで、そうなってくると、この青年、人権、建造あたりの実在性というのは、その程度、この話があるのかという、この、建造と人権というのが、兄弟で位を譲り合ったという美徳、の話とか、武列がむちゃくちゃな王だったというのは、どうなのかとか、この彼らの自責に関しては、まあ、ほぼ、この辺に関してはほぼデタラメだろうというふうにもまあ考えられるわけですけども、まあ、彼らのうちどの程度いたのかということなんですよね。どの程度の人間が、一応その人は、例えば実際には幸福につながっていたとか、極端になってくると、もうこの辺全部、この辺全部いないんだと、有力なとしばらく空位が続いて、こういうのを守ってきたんだとか。さらにこの釈二本義がもし正しいとするのは、ただ問題はこれ中世の鎌倉時代に書かれた本なんで、これがどの程度真実性のかとは全く分かんないわけであって、まあ、万が一もしこれにある程度の真実があるとするならば、有力の有力外籍からまあ取ってきているという、そういう話にもつながってくるわけであって、これ古事記日本書紀だけやったら、この辺の説明が全くないんで、王人のご、いわば、自称王人の五世の孫がやってきたという形にしかならないんですけども、釈二本義の解釈では、まあ、あくまで釈二本義の解釈では、有力外籍から、まあ、取ってきてるということで、この辺に関してはこういうふうな議論も、なる。ただ、ポイントはどのような形であれ、これが王朝交代であれ、有力外籍権の継承であれ、スムーズには進んでないことは間違いない。つまり20年ぐらいから、擁立されたが20年経ってるわけであって、旧王権派、この、内実はほぼ実は明らかではなくて、最終的に門延大友という、この辺の有力を伝えた人というのがスライドしてきてるんだけども、旧王権の抵抗があったのではないかというふうにまあ見られています。携帯王朝というのをどういうふうに、まあ、いわゆる王朝交代として、把握すべきなのか、それとも王朝交代ではなく有力外籍権の継承なのかという問題で、ただはっきりしているのは円滑には進まなかった。まあそういう中で小田原の勢力拡大の結果、茅諸国のいわゆる三輪中津領というもの、つまり唐諸国、茅諸国の併合を、小田原への併合を、まあ、認める代わりに小田原からさまざまな文明と技術、文明、そういったものを大量に引入する、していくという形で、これがまあ、いわゆる三輪の、というものの原型だろうと。朝鮮半島、この祝いの乱というのがどういう風な形なのかも、こういう話がまあありますが、この祝いの乱を経験して、国造制、国の宮津制、一方で服属と奉仕を要求しながら、一方での支配を委任するという形で、国の宮津湖政府も出来上がっていくというふうな見方が書かれてありました。ということで、まあ、携帯王朝にの成立がして、一応まあ、そういう感じに、この釈二本義が進む。では、
書いてあったんで、まあそういう風な見方もあると。ただ問題はいろいろ、これを、信じるには、まあ、いろいろちょっと高いハードルはいくつかありますがという感じですね。はい、携帯テシラカの工場ですか、これ読むの。テシラカの姫御子がな、うん。この人とは子供できますよね。はい。で、そっち側が天皇になりますよね。はい。でもこれ、携帯若い時に作った子供もいますよね。はい。で、そちらの方も天皇になってますね、2人ほど。なってますね、安官戦下。ここのとこって、携帯がもともとの家族の方の子供たちと、この婿入りしてできた子供たちだと、婿入りしてできた旧王権の女の人の間にできた子がやっぱり本命なんかな。結局だから安官戦下金明朝における混乱というか、安官戦下と金明が、安官戦下金明、安官戦下金明じゃなくて安官戦下金明みたいな、このあたりです、戦下、安官戦下と金明がこう両立してるような混乱もあって、古事記日本書紀でもその辺がうまく繕いきれていないので、これはかなりの可能性で安官戦下と金明の間で戦ってるよねーという話になってますね。で、結局この旧王権との間にできた金明でしたっけ。金明ですね、はい。金明の方がその後の天皇につながるんですね。ていきますね。やっぱ安官戦下じゃダメだったんだと。やっぱり旧王権の大友とか物部とか官僚たちは強かったんかと。結局そうなりますよね。旧王権の連中が、まあ、だからこの旧王権の抵抗っていうのも、これ大友とか物部も最初は抵抗したかも、まあ、大友が持ってきて、例えば物部は、と反対したとか、その説得も違うので、まあ、いろいろなことを考えられますよね。あくまで可能性とか、そう思いつきでしかないんですが。この祝いの乱ですけど、はい、日本が朝鮮半島を出兵しようとしたときに反乱を起こすんですよね、確か。でもこのあたりの本って読む本によって書いてることちゃうので、全然違いますね。高校で、ね、教える本としてはね、A 説も B 説も C 説もまた困るので、要するにどれやねんというのを求めちゃうんですよ。一応なんか祝いって、これ白木と組んで反乱を起こしたと書いてた本もあって、それは面白いなと思って、そういう説明を使ってたこともあるんだけど、どうもそれが定説になってるようでもないみたいで。逆に言うと定説ってあるんですかという感じ。そうそう、だから定説がないのでソバネルガの外交方針とかも、もう書いてる人ってバラバラなので。バラバラですよね、これ。ここからね、一つのね、ストーリーをね、作って話して、こう定説らしいのが保証できるかというのがね、高校のね、先生としては非常に困るところなんです、こういうの。いや、これ高校でどういうふうに教えてんだろうっていつも思ったんですよ。どういうことは、割合自分の自由に、なんかついつま合うところをこういいとこ取りしてやったら、まあ、なんとかなりますけど、高校ってあれどうすんだろうと思って。すみません。携帯がうろうろしてたとか、例えば、河内とか、まさに物の部とかのフランチャイズでしょ。うん。村治世の河内とか、あそこら辺は村治世多いわけでしょ。海じゃなくて。うんうん、そういうところにフラフラしてるんじゃないの。漢字の大和が入れないと。うん。だから、先生の説、さっきから聞くと、まさに海、はいはい、海の東京に入っていけない。はいはい。村人に衰退されてる。ああ、なるほどね。って感じ。だから、それ言ったら、仁徳天皇陵から始まって、河内王権ってやつが出るわけじゃん。はいはい。よくわからん、私は。ただ、どうも、ヤマタの本体に入っていけない人たちっているわけだよね。ヤマトタケルとか、その子供たちとかね。携帯もそうだよね。入れないでうろうろするわけだよ、ずっと。それを衰退してたのはどの勢力なのか。まあ、大友の花村衰退してるでしょ。ガチですね。この人はガチですね。うん、ガチで。さあ、物の部の荒川はどうなのかっていう。そこですよね。一番の問題ね。うん。
この後、村地の中でのバチが始まるわけでしょ。うん。その村地の後のバチの後に、惜しく孫が取るって感じ、うん、わかんない。ごめんなさい。わかんない。うん、大友、それから門の部屋で蘇我ですからね。うん。だからまあ、大友の金村の没落っていうのは、この三輪中津城の問題で見せつけて、うん、失脚したという話だけども、まあそれもその通り受け取ってええのやらどうやら。まあ、あんねんかんねん。この金村が、まあこの三輪中津城云々観音以前に、安官戦火のとともに運命を共にしちゃったとか。可能性ありますね。うん。で、金目の時に蘇我が急にぐーっと上がってくる。うん、で、うまいポジションが物の上ですね。うん。だって、あれでしょ、ブレツの求婚断ったのは、荒海の娘、影姫でしょ。ああ、そうですね。はいはい。あ、そうや、そうですね。うん、ある意味、ヘグリが、うん。マトリを、シビとか、なんか、オービーシビとか、なんとか、殺されるとき、非常に危ないんでしょ、物の上は。はいはい。だって向こうに着いたわけでしょ、うん、だからサバイブしてるわけです。だって動かないんでしょ、物の上は。だから、大友を動かして暗殺だよね。物の上ってのは軍事貴族って言っていいのかな。まあ軍事貴族っていうか、軍事系ですね。うん。大友はシークレットサービス、まあはい。って感じなのかね、よくわかんないけど。まあ、大友も軍事なんだけど。大友使うの、軍事や考えたら、大友も物上も。で、大友使って、ヘグリをぶっ殺すんでしょ、ブレツちゃんは。うん。確か、そう書いてますよね。うん。っていうことは、大友と物上の関係ってのはものすごくわかんない。っていうことで、その時はお店は引いちゃうわけよね。出てきてないですね、ほとんど。あ、その後はね、うん。うん、で、おそらく先生の言う白村公に、その後の、なんか、4件とかなんとか、10何件って話になるわけでしょ、今の。先ほど言ったここですね、携帯の後、大きめの蔵、携帯、安官、戦火、金目と。携帯から、金目に移るまでにものすごく、激動の時期を迎えてるっつうのは、まずあると。その中で隋の建国とパワーバランスの変化、まあ要するに従来の高句麗 VS 百済新羅大和という、そういう関係では一筋縄いかなくなる。要するにまあ隋がやってきて、中国の方では、中国大陸の方では王朝交代がこう続いて、まあ、内部崩壊してる、その関係で高句麗とかこの辺はまあとりあえず中国の、パワーはあんまり貢献したくなかったのが、この隋が統一したためにこの半島から東北部にかけて、海峡の半島部から東北部にかけてはパワーバランスが大きく変わってくると。これがどういうふうに変わっていくのか、大和の内部に目を転ずると王権の危機、結局携帯死んだ後、この終わりのイラつめの系統である終わり系の安官戦火と、それから大和系の、金名の争いなんかも想定されていて、最終的な勝者が金名であると。また金名の後も美達陽明ときて寿春と、この寿春が暗殺されて水戸が続くと。これについても、例えば蘇我氏が自分で都合なり寿春を殺して水戸をしたというんですけども、これに関しては寿春が殺されるときに、あまりにも王族の中に動揺が少ないこととか、そういったことを考えると、主寸暗殺の、黒幕は水戸じゃないかとか、水戸はただ女やから蘇我に押されたっていうのは、それはちょっと水戸に対する評価間違えてんじゃないかとか、まあいろいろ言われるわけです。馬江堂とそれから、蘇我の孫による補佐が行われると。まあこれなんか某塾の入試、説明会に一回出席したことあるんですが、その時に某塾の副理事長が、史実には学問的史実と、それから受験的史実があります。受験的史実では、聖徳太子は蘇我の孫と、強調していた。学問的史実では、聖徳太子と蘇我の孫は、対立していた。これが学問的史実です。おい、そこ逆と私は腹の底で言いましたが、一応、
私は3、1、3でしちゃったんで、そこではそういうことは言いませんでしたけども、この辺までそれ逆って言いたくなりましたけども、というか私ら子供の頃の室谷恒三さんの、6年の学習の漫画とかでは、聖徳太子がいかに菅沼子の妨害を避けながらこう王権を確立していくのかって話になってるんですけども、今、学問的うんぬんかんぬんってる人で、聖徳太子と菅沼子は徹底的に対立して、菅沼子の妨害をかいくぐりながら、聖徳太子が天皇の中央集権を図ってたというふうに取る人はいない。むしろ逆にいわゆる聖徳太子の一連の改革というのは、むしろ蘇我馬子がやったんじゃないかと、いわゆる聖徳太子はいなかったんじゃないかという話じゃないかと思うんですけども、西暦600年に、遣隋使が行きますが、これは日本書紀には載っておりません。そういうのはここでは遣隋使では、我が王は、太陽を兄とし月を弟としています、兄が出てきたら王は引き退きます、お前は何言ってるんだと、隋の文帝に突っ込まれて、和の更新性といったものを自覚せざるを得ないと。で、その中でこの政治改革というのが進められていく。まあ、いわゆる聖徳太子。この政治改革が誰が主体だったのかということが一つ議論になっているんじゃないかなと思いますね。馬宿は死にます。で、上宮王家の滅亡に関しても、一般論では、聖徳太子の息子であるという名門であったこの上宮王家に対して、蘇我氏は、自分にとって都合のいい推古の後後継者派遣するために、まあ都合のいい押し坂の彦彦王の息子田村王をまあつけるとふうになってるんですけども、まあこれに関しても、実はこの馬宿、この上宮王家というのは蘇我氏と非常に関係深かったために、蘇我氏としたらこの山城大江の王を建てるとちょっとあんまりにもお友達優遇すぎるかなーつうんで、こちらを建てたら反発されたんで、仕方なしに滅ぼしたという議論もあるぐらいで、まあこの辺にもいろんな人がいろんなことを言っているので、私としてはどれを採用したらいいのかちょっとよくわからないと。で、隋の後唐が成立する。まあその中で高句麗と百済の同盟だから、まあ今まではこういうふうな高句麗 VS 百済新羅大和ってやつの高句麗と百済の来済同盟が成立すると。こうなってきますと、和の立場としては難しい。唐か、それとも来済同盟につくのかと。ということで、実は百孫骨のここの話なんですが、まあこれなんか本当にどの程度だったの、これも、こういう意見もあるって話なんですけども、要するに、皇玉の立場っていうのがなかなかどういうふうに評価していいのかっていうのは難しいところですよね。例えば二藤敦さんなんかはこの皇玉というのは新百済、それに対して皇徳というのは新新羅であり、この一子の変というのは百済派であった皇玉と、それから蘇我氏を、蘇我の、イルカを新羅であった皇徳と、蘇我の倉山大師川麻呂が叩き潰したと。で、ここでの問題は中野大江の王子をどういうふうに評価するのか。中野大江の王子はやっぱり、いやいや、皇徳って、これで見る限り、天皇ではない、要するに天皇のひ孫に過ぎない皇徳と、それから天皇のひ孫であるが、天皇の、妃である斎明では権威が違いすぎるんで、やはり皇徳が主人公になるのは難しいんじゃないかという倉本和弘さんの考えと、だからやっぱりここは中野大江だろうと、天皇の息子である。両天皇で生まれた中野大江が主人公だろうという意見がある一方で、中野大江っていうのは、まあ、若さで、あれでもできてる。まあ、よくて、走り。下手すりゃ、実は、皇玉と共に失脚していたが、皇玉と共に失脚していたが、後に中富の鎌足らと共に復権して、で、まあ、中富の鎌足の息子の不人が書くときに、まあ、中野大江を英雄していたんだという、まあ、いろんな考え方があって、これどれかっていうのは先ほどからずっと出てるように、どれにするのか難しいなという感じです。それから大化の改新はあったのかっていうのは、要するにあれですよね、この一子の変の後、中央集権国家的な形が進められているけども、それの主体は誰なのか。あれは中野大江と
あの高徳なのか、中野大江なのか、それとも高徳なのか、あるいは高玉なのか、いや、そもそもそんなものなかったんだとか、近年ではさすがにそんなものはなかったんだという形ではなく、まあ何らかあったんだろうなと。ただそれがどの程度、徹底したものであったのかということに関しては議論はあるよねと、いうぐらいで、大化の改新虚構論というのはどっちか言うたら少数派になってきてるかな、なってるのかなというふうには思うんですが、関西の方が大化の改新虚構論が多いかなという気はしますけども、この男はね、本当に諸説ふんふんですね。そうです、うん、私もよくわからない、大化の改新あったのかとか、聖徳太子とかもうこの辺は寿春殺したの誰やとか、名前で読む天皇の歴史、はい、大山先生これ読んでたら、うん、この人は斎明をすごく高く評価してて、そうそう、この系図で見たらね、光玉この人って血統的にはそんな高くないですね。天皇の娘でもないし、ひ孫ぐらいですね、うん、有力王族レベルですね。この人に血統的な力があるに見えない、よっぽど能力が高かったんだろうかとか、うん、まあ、あのまず皇后と言われる地位ですね、うん、あの基本的に一説によると皇太子と並ぶ皇位継承の権限者っていう指摘もありますね、うん、だから二重に権限あるわけですね。もともと皇位継承怪しいあたりで継承が行われてるわけでしょ、ここ。この辺ね、うん、その中では皇后であり皇女、それは皇后ってのは皇女じゃなきゃいけないわけですね、天皇一族じゃなきゃ。そうですね、ちょっと説明してあげてください先生。あのいわゆるこの皇后っていうのは、実はこれあのこの水戸の例とか斎明の字の例を見ても分かりますように、あれなんですね、皇后っていうのは場合によっては天皇のになりうるし、まあこの形態が結局後継者になりたこの田代岡の卑弥呼っていうのと結婚したのが一つのポイントだっただけであって、いわゆる男系女系というよりも総系性というふうに、まあ、見られるいくつかの家がのお互いにこう婚姻関係を持っている中で絞られてて成立してきたかもしれないと言われているこの天皇系の中では、あの実はあの男系女系というのは総系性とも言えるべきなんですね、この頃の天皇というのは。だから基本的にあの実は天皇としてこう後継いでいけるというのは、基本的に彼らはあの、まあ、あの蘇我の、娘やったりすることも、特にこの皇族の女性というのは、非常に美達と結婚して、この水戸のように皇族の、女性というのは非常に、まあ、大きな役割を持っていたということをやるのか、妃の地位は、現在考えるのはるかに高かったと、これは、まあ、奈良時代の、天皇皇后を見ているとよくわかるということをやってます。こんな感じでしょうか。はい、ありがとうございます。この芸図見ててね、いつも疑問に思うのはね、美達ってこれ、あと蘇我系ちゃいますよね。あと牛坂王家の方につながるでしょ。これ水戸って蘇我系ですよね。うん。この頃はあの蘇我系の王家、聖徳太子もそうやし、はい、人と古人もそうだし、そっちの人たちとこの牛坂系が争いって、最終的にはこの蘇我系が負けて、牛坂系が勝利するわけでしょ、このとこの、うん、基本的なあのストーリーは、うん、でその時に牛坂勝つとして、その中でこの皇極天皇が大変有能で、この人がいろんなものを主導してるんやと、というこの遠山先生の、はい、このストーリーはね、すごく分かりやすいんです。お、なるほどそうかと、うん、中野上の王子じゃなくて皇徳でもなくて皇玉が主人公なんやと考えすればね、非常にものはよく分かってくる。ただ本当はその時にね、皇玉の位置ってそれは皇女かもしれないしけども、血統的には美達のひ孫でしょ。ひ孫です ね, ね。で皇徳がさっきその血統的にそんなに高くないって話でしたよね、うん、天皇の子供とかね、そんなんでもないと、うん、だったら皇玉もそんなに、水戸なんて天皇の娘ですけど、皇玉なんて天皇のひ孫やんかと。だから皇女かもしれんけど、
そんなに高い地位の皇族じゃないじゃんという、そこんとこが引っかかるだけで、いやでももうそれ関係ないんやと、もう皇族は非常に能力高かったし、実際この人がもう実権握ってたんやということを認めちゃえば、あ、なるほどと。いやいや、だからあとは消去法ですよ。あと誰いたの？え？消去法。皇族が皇位につく可能性があったときに対抗馬誰いたの？そこの実証しないと議論始まんないよね。ポイントはね、皇族がついてね、で一子の変なとで皇族辞めるでしょ。ああ、問いません、うん、あれが皇族はより高い地位につくために、皇徳の方が下で皇族はより上の地位に上がったんやと遠山先生書いてますよね。書いてありますね、確かに、うん、なるほど。いや、いいんだけど、それは全部このちっちゃい皇統の中でしょ。だから、あの松本先生がおっしゃったことは、皇玉の西明皇玉、うん、ここら辺の正当性が弱いって問題だよね。それっていうのは要は僕は天皇から遠いってことでしょ。そうそう。じゃあもっと近くて皇位有力 継承可能者は何人いたの。いや他にはいないかもしれないんですけど、ね、だからいなかったら議論が成り立たないわけですよ。いや、だから皇玉西明がつくのはいいんだけれども、皇玉西明がそんなにこの中で中野大江よりも皇徳よりも、すみません、そのあなたがさっき、一子の変なって辞めるのは皇玉が責任を取って廃止されたんやというのではなくて、皇玉は意思の辺はまあちょっとアクシデントやったけど、それも含めて結果的には全部をコントロールして、この人がコントロールセンターになってるんだと。だから遠山説でしょ。うん、そうで、まあ、それはね、まあ、それはいいんだけど、それは認めるんだけど、さっきから議論が混乱してるのは皇玉には正当性がないって話だけど、それは消去法で考えればいいわけですよ。いや、だからそういうことで皇玉に正当性があると、うん、してしまえばね、いや、ほんで皇居優秀で、この、一連の事件の主導は、いや、だから、あの簡単な話で、あの正当性が弱いっていうんだったら、対抗がいなきゃいけないわけですよ。いや、弱いというのはね、それが一抹のね、疑問になるだけでね、別にそれは対抗馬がいないから問題でないんだということであれば、あの別に皇居が、主導権握ってた、あ、そうなんですねということで、これ皇玉主導建設で説明すれば非常によくわかるので、あの今までね、学校で勉強してきたのって中野大江の王子主導説なんてのもあったし、皇徳主導説もあったけど、皇玉主導説にはあの賛同しませんし、ペンディングにしてますけど、先ほどから言った皇玉に正当性がないってことはないわけです。であればよりね、皇玉主導説というのはね、あの、いや、成り立つなぁと、非常によくストーリー分かるなぁと、うん、まあ、ただあの押坂王家に関して言うと、あのあれですね、多分山城大江から押坂の方に蘇我氏の指示は移ってるのは間違いないですね。この除名天皇は完全に田村王子は完璧、田村の御子はもう間違いなく蘇我に押されてるわけであって、うん、まあ、問題はなぜ蘇我が山城、あの田村押坂家の上宮王家を切って押坂王家の仁田かっていうのが一つの問題にはなりますよね。うん、これに関してはそれは分かんないですね、あの本読んでても。そう、水君もね、山城嫌ったみたいだし、うん、なんでこの人はその蘇我家から嫌われるんだと。分かんないですね。有能すぎる言ったらなるほどとか言って、うん、そこでやっとくとあかんねん。山城がなんで消されるかというとこは、一番説明、ただでもね、皇玉がね、山城を消して山城の財産を奪ったんやという、この遠山説であれば、あ、なるほどなと。うん、皇玉から見れば山城なんて消しちゃってもいいということになるでしょ。うん、この人の味方でも、自分たちのグループでも何でもないわけだから。ということで、遠山先生が読んでて、なるほどなと、こういう皇玉を主人公にして見る見方ってあんねんなと。どっちかったら、なんとなく、皇玉は一子の変で、まあ、退位したっつうのは、まあ、退位させられたんだろうなと思ってますよね、あの、うん、あの、富山説とはちょっと違って。僕も今、そう思ってました。
光玉ってここで責任取らされたんやと、うん、だから力なんかなくなってしまうんだと思ってたから、うん、光徳との関係を言うと結局光徳をまた蹴落とすっていうのは、まあ、逆に言うたら光徳のようなのは実際蹴落とす必要もなかったんちゃうかなとか思ったりして まあ要するにここは小説ふんふんでよくわかんないところなんですけど、だからここでもう一つ問題になってくるのは、うん、もちろん伝承なんだけど山城の応援は伏見に逃げる、まさに山城だから自分のフランチャイズがあるわけで、だから逃げたら助かるよって言われたけど逃げなかったと、うん、でなんかそこでなんか波多の一族がうんじゃらくんじゃらなんてこと書いてる人もいるよね。よくわからん、本当に山城の親がいたのかどうかもわからんって言われてるからね今ね。あ、そのレベルですか。そこはまだ知らない、うん、そこはまだ調べてなかったって、うん、いやいやそんな説もあるわけですよ、うん、だから山城の応援のって言われてるんだって。だから敗北者側がシルラ、うん、山城の側なんだとかって、ああはいはい、そんなこと書いてる人いるけど私は一切わかりません。このあたりね、やっててね、確実に分かったのは聖徳太子はなんで天皇にならへんかったんやという、この質問だけはこれ上位制度がないからやと、ああはい、で説明がありました。これはね、なんか疑問やったんですよ。なんで聖徳太子天皇にならへんかったんや、あえて。そら死んだからと。そう、先死んだからね、水子が長生きしたからやと。あ、何や、そういう理由だったんかと。であるならばね、皇玉って辞めてるでしょ。はい。この人最初ですよね、生きてて辞めた。最初ですね。青天隊の最初ですね。これが上位で力を持って辞めたのか、辞めさせられて力をなくして辞めるのかっていうのはね、うん、辞めたという事実は一つですけど、辞めた後何の力もなくなるのか、辞めた後さらにパワーアップするのかっていうのはね、全然見方が変わっちゃうので、でも分かんないでしょうね。分かんないですね、これ本当実証できないですね、うん、どちらにしろ、うん、面白いのはよりパワーアップしたという方が面白いけど、面白いだけではそれ説明に使うわけにいかんし、逆に二戸淳さんによると結局新くだらの光玉と新白木の光徳で、まあ光徳だから、まあ光徳からすればそもそも女帝を認めない、新白木さらに言ったら唐と結びつこうとする光徳で、要するにこのこちらの方唐白木と、それがくだら高句麗という、こういう関係の中で大和は2つの、道があって、一旦こちらの方に舵を切ったという説明で、ああなるほどなぁと、私はそちらの方でああなるほどなぁと思ったんですよ。いやね、その議論でもすっごい私の疑問なのは、必ず焚きつけてる集団がいるわけですよね。うん、何にもなくて、あ、天皇家、okay、もしくは次の天皇がうんと状況判断してるわけじゃないわけよね。わけないですよね。だから焚きつけるのをどう説明してんのっていう。それは交換ですかね。それでは蘇我本草家と、蘇我の石川クレームで。いやそれいいんだけど、そのバックにはそれ蘇我氏だって別にいいじゃん。うん。あ、そのバックさらにそのバックですか。うん。っていう問題になっていくわけです。うん。なんかいるわけですよね。当然そうですよね。そこら辺の説明は全然表の本ではされてないわけですね。多分わかんない。うん。多分わかんない。蘇我のイルカがね、くだら派だったという。で、蘇我のイルカが白木隼人を書いてた本も読んだことあるような気がするんですよ。ずっと前。あります。ありますよね。あります。私なんかね、本読むたびに違うこと書いてあるからね、どうしたらいいなと、うん、そうなんですよ。どうしたんですよ。いやだから結局自分が一番面白いと思うのを採用するしかないみたいな。ああ、じゃあ本郷勝人説を採用して。どうやってあります？白村湖行きましょうか。はいはい、でしょ、白村湖。白村湖やらんと意味ないですよね。うん、何のためにやってんだかという。一応話がある、ああもある、こうもあるってあれなんで、サクサクとやるために、ここでニットアクセスに行きますが、白木派のクレームでシカマロが粛清されるというのは、クダラの反撃なのかなとかね、皇徳が失脚して、皇玉が、調査すると。
で、この催眠になって、この催眠の時に大きくいろんなことを動かしていきますよね。例えば、エミシ、宿神の征伐。この宿神とエミシの間の争いに、まあ、あの催眠長が介入して、北アジアの宿神、エミシの争いに、介入すると。さらに、エミシを貢ぎ物として唐に持っていく。まあ、そういうのを唐の小帝国構造と、いう人もいました。今、これどうなんですか、最近では。この言葉ってなんかどうやったかいなと思って、あの書いてしもてから、まあ、当時の小帝国という考え方がありますって言ったら、ボコボコにされるのかなとかちょっと思いながら、まあ、雷斎同盟に対して唐新羅同盟が成立し、その余波を買って、その結果、百済が滅亡すると。百済維新が在和の王国、王族を擁立する法相ですね。斎明天皇が、この百済復興運動の後押しを、出兵すると。しかしその途中で斎明、九州まで行ってそこで死ぬと。で、中野大江が称制して白村江の戦いに行くんですが、ここでの一つのポイント、私はこれあの、ここのところのこの一連のこの動きですよね。この一連の動き。これを例えば、あの、斎明っていうのはあくまで飾り物であって、あの中野大江が、あの、摂政的なものでやっていたんだというんだけども、それやったら別にそんなよくしょってなんでも、斎明っていうのは、あの古事記日本書紀によったら、えらい、むちゃくちゃなことをやるかしとるやつやから、土木工事がめちゃめちゃ多かったところで恨みを買ってるんだけども、これって実は土木工事がものすごく多かったことと、この、こういったところで、あの、さまざまなでかいことやってるのと、実はこれ、あの、裏表なんじゃないかな、なんて思ってるんですが、そうすると、わざわざ、あの、大江は斎明を、飾り物として出て実際に自分がやっていたというような説明するのは後付けであって、実際にはこの辺動きを利用するのは斎明であっても別に全然不思議ではないと、いうふうなことをちょっとこの辺だけは、ちょっと自分としては思うところがあります。白村江の戦いでボコボコにされて、大津京遷都からさまざまな近江領をはじめとするそういう、律令国家へとつな、がっていく、そういうふうなことになって、まあ、あの中野大江が、そういう意味で優れていたということに関して言いますと、敗北つものを受け止めた。いや、あの逆に言ったら、倉本さんは例えば、あのこういう、まあ、負けることまで込みで、戦争に負けることも、一応想定内として戦争に突入していったと。ユーフェさん、それはどうかなともちょっと思ってるわけであって、あのむしろ負けること込みで、あの日本を変えるためにこの戦争に行こうというふうに考えたというよりは、敗戦の結果を真正面から受け止めた結果、こういったことにつながっていくつ説明ではダメなのかなということを今のところ私としては考えております。ここのところでね、一番疑問なのはね、はい、唐新羅同盟対高句麗百済日本連合だったんですよね。そうですね。で、これ百済が滅亡して一角が崩れてるわけですよね、この時点では。そうですね。ここでなおね、高句麗側についてね、勝てると思ってたんかと。そこですよ。で、私は思ったのは、あのこれが中野大江はやばい思ったんちゃうかなと。だから、あのプラモンさんはだから負けることも込みで突っ込んでいたと。私は多分この斎明がポイントであって、例えばこの趣味戦績っていうのも斎明のところに立てられたんですが、この人はあのだから一種のクーデターで引きずり下ろされたことがトラウマとなって、その後権力回復した時にはもう自意識が肥大化していたんじゃないかななんて、まあ半分妄想ですけどね、そういうふうに思っとる。斎明の頃って、例えば宿神と恵比氏の介入かて、特に斎明朝にとって得かと言われたら、なんか得あんのか、いや、例えばこれで領土的な野心とはそこまで一気に、あの奥尻島の方まで一気にあの領土が伸びたら、実はそういうことでもないわけであって、まあ結局一旦こう入って秩序をこうやった後自分手引いてるわけだから、いわば得にならんことを斎明朝って結構やっ、まあメンツやってるんちゃうかなという気が、まあ、あのちょっとしてるわけであって、だからこれ斎明だからという説明を私ちょっと今考えてるんですけども、どんなもんでしょうかと。
あの質問なんですが、はい、例えば北宋と南宋も一回滅びた王朝の種一つ拾って復興するわけですよね、はい、あれは成功するわけですよね、ですね、南宋、うん、だから別にあの国が滅びたっつっても首都のあたりが占領されたってだけなんでしょ。まあこれはそうですね、感覚としてはもっと移して戦いはいいじゃないっていう感覚はあるわけでしょ。くだら維新はそうですよね。ペクチェ自体がそうなわけでしょ、うん、とりあえずソウルのところをやられて有心っていうかあの根樹に移って、うん、そこも危うくなってプヨに移るわけでしょ、うん、次移る可能性あるわけですよね、うんうん、でそこでまあヤマトとして手のひら返してもええわけなんだけど、うん、だから王朝の滅亡っていうのは一元的なものじゃなくて、うん、それってみんなってそうだよね。ずっと南方まで行って滅亡するわけだよね、ある意味。まあ南宋も南宋もそうです。南宋もそうだよね。いろんな意味でこう分派があっていつ復活するか分かんないじゃないの。まあそう考えるあれもありますし、うん、ごめんね変なちゃちゃ入れるけど、これは歴史観の問題なんで大きい問題。この戦いのね主力はね唐対高句麗でしょ、大きく言うとね、うん、だから高句麗に次ぐか唐に次ぐかで、普通の説明はあの隋が高句麗に負けたから高句麗は自信持って唐と戦ったら唐は隋よりずっと強かって高句麗が負けた、日本はそれを読み間違えたんや、高句麗勝つとも取ったんや、これ普通の説明じゃないですか。それがえ、そうなの、違うんですか。高句麗が不利、負けると予想してても高句麗側についたんだろうか。うん、そこのところ難しいですね。あの、いやだから結局そこのところ、まあ、読み違え、あの読み違えて何を読み違えてるのかという、うん、高句麗と唐のパワーバランスの読み間違い、うんうん、あるいは自分のち、自らの力の読み違え、唐の過小評価、うん、大和の過大評価、うん、多分全部あるんでしょうけどねこれ、うん、第二次世界大戦近くは、うん、モンゴル戦争、うん、この高句麗対唐、うん、ここという時に常に読み間違えて負ける方を選ぶと。だから日本戦争うまくないんやから、あんまり戦争なんてしようと思う方がいいと。我が国は戦争あんまりうまくないんや、うん、というモンゴル戦争はどうやろう、あれ意外と見違えんかったんちゃうかな。え、南宋側に違ったでしょ。ん、南宋側にモンゴルと元と、うん、ただあれは結果論と的に言うたらまあ、 あの意外と間違えなかったのかもしれないと思って、結局外国人はね勝ったのはね唐、モンゴル、アメリカですね。負けたのが高句麗、南宋、ドイツ。モンゴル負けてるでしょあの後。え、まあだいぶ後ですかね。だいぶ後でもないよ。まあ鎌倉幕府滅びて、うん、100年ぐらいですか。100年かかんないよ。だから北宋するわけでしょ。1368ですね、あれ確か、うん、100年かかってないでしょ。まあ厳密に100年かかってない。うん、50年かかって、30年ですよ。30年でモンゴルは北に帰っちゃうわけです。崩壊するわけですね。1281年からだから、いやいや、だからその後鎌倉幕府が日本語がガタガタ来てから30年なんです。あ、幕が滅びてからね。うん。幕が滅びてから30年ですね。いや、だから、いわゆるモンゴル戦争で成果を上げられなくてから50年経った。うん。まあ、それ経ったと思うかどうかの
歴史家の差なんだけど。でもとにもとなんでこの時ね、日本はね、その高句麗側について、でこれ白村江で負けた結果やばいことになったんでしょ、中国が攻めてくるかもしれんという。やばくなりましたね。あのそれどころか、あの竜神家のあれは占領軍の説があるぐらいですからね。そういう人も いますからね。だから全部言っても説なわけですね。うん、そう。いや、はっきり言うと、今度は何言っても説ですよ。この辺りそうです。パニックになっただけなんです。果たして中国側にそれだけロジスティックがあったかっていうと、いや、多分ない。ないわけですよ。別にここで何もその党と戦う必要もなかったわけでしょ。戦ったって勝てなかったって、白村江で負けちゃったわけだから、だった初めから戦わなければいいじゃん。うん、なんでここで戦う道を選ぶんだというところがよく分かんないね。勝てると思ってたのかな、うん、と。まあ、私の意見では最明は多分勝てると思ったんだろうな。え、最明天皇は勝てると思ってた。最明天皇はね、なるほど、勝てるとか思ってたんか。で、中の大江は多分どうか分からんけども、最明天皇は多分勝てると思ってたから、なんかあの多分突っ込んなんちゃうかなと。で、これは結局最明天皇の情勢判断は完璧に、私の意見ですが、あの狂ってるわけですよ。うん、で、最明天皇を止めることが、例えば中野大江とか中富の鎌足とか、あの辺り、あの、あるいは蘇我の赤江とか、気づいてたか、分かってたかもしらんけども、止められなかったのかなとか、どちらかそういうレベルかなという気がしてるんですけども。じゃあ暗殺しちゃった方がいいわね。って話でしょ。その後、その後いきますね。うん。だから西明が死んだからね、白村江までタイムラグありますよね。ありますし、結局行っちゃってるから、中野大江も、ある意味ここをそのまま行けると思ったのかなという。そうなってくるとやっぱり中野上も敵返せなかったのか、勝てると思ってたのか、いわゆるコンコルドの過ちなのかここまで行ったからにはもう行くしかないかなと思ってたとか、うん、あるいは自分も行けると思ってたのか、難しいところですよね。まあ、ここも何言っても説明しかならないんだけどという。で、白村江の戦い時代については別にあんまり語ることもないね。あの戦いとしては完敗というか、とりあえず突っ込ん、あの何の戦略もなく突っ込んでいって、あの好きにやられたという。で、あの結局当時とりあえず取れるところから集めていって突っ込ませていったという感じなんで、結局そのあんまりのその例えばさが結局この律令につながっていくんだという、要するに、まあ、まず戸籍とかその作らんと、どこから どこにどんだけの人間がいるのかとか、そういうことすら知らずに、とりあえず、西明天皇がこう移動していく途中のところをガーかけ、あの名実もかき集めていって、それを、突っ込ませて、赤系統バラバラのところを突っ込ませていってと。ただこれタイムラグあるんだから、その間にトレーニングしなかったんですよね、これ。丸1年ありますよね、短く見ても、うん、1年半か2年ぐらいありますよね、下手したら。もう行ってるんじゃないの、舞台は。あ、舞台はね、半島に渡っちゃってると、出撃してる、うん、可能性としてね。もう西明生かしちゃったと、うん、いうのはあるな。で、これね、負けた後水木なんか気づいて、はい、守り固めますよね。はい、この後なんで中国が攻めてこなかったかというのをね、うっかり知らんかって。この後新羅と唐って戦争してるんですね、そのすぐ後で。そうですね。ほんでもうその日本どころじゃなくなって、うん、うん、あ、そうかと。いや、最初からあの日本っていうのは唐に値する国かどうかですよ、中国から見て。うん、うん、戦略目標になるかならかならないんです。これあの倉本さんも書いてありましたね。あの白村江って日本ではみんな回るけども、あの韓国では誰も知らないと。うん。あの戦い自体を。そう、あの東洋史の専門家の専門になった大学生クラスで初めて学ぶそうですわ。どうでもいい。うん、読んでびっくりしたけども、そうなんです。どうも白村江って。あの韓国にとってはどうでもいい。日本では大事件ね。
太字で教科書にどんどん書いてますけどね。そう、あの中学受験でも教えますよこれ。だから小学生にも教えるんだけども、あの逆に韓国の方では大学専文学部の東洋史の、まあ、東洋史の専門家、専門専攻の学生だって初めて知る。だからもう一般人はもう全然知らないってことですね。そういうことです。ほとんど対局に影響のない、うん、なんかちょっとした小さな戦い、うん、逆に言ったら当時の大和の存在感とはそのレベルだったんだなという可能性あります。成功したら大きいんでしょうかね。いや今日の授業でそれが一番面白かったですね。そうか、アクソン君の戦いというのは大陸半島レベルではそんな評価なんかと。うん、だから西面とってはでかかったかもしれないけれども、うん、ヤマトからしたらでかかったかもしれないけども、向こうからしたら多分あのその辺のやっぱり例えばこの世界の中心である趣味線をヤマトの飛鳥に作らせた西明と、から西明と、それからあの当時の中国の、高宗とか、新羅の王からしたらまあ多分、うん、だからまあ当にしてみれば新羅の方がよっぽどあれであって、ヤマトなんてどうでもよかったというのは多分そんだろうなと。だから日本選挙なんて問題にならないぐらい、うん、どうでもいい話だったでしょうね。どうでもよかった、その程度だった可能性が高いですね。だけどとりあえず今まで受けるリスクがなかったからイケイケどんどんで行ってきた伝統があって、うん、イケイケどんどんで行った、それこそ副王朝ですよね、やったことは。ああ。傀儡副王朝を目指す、これはうまくいったらうまくいくんだけど、うまくいかなかった、まあ、それでもある意味ダメージないんですね、本当の意味の。そうですね、あの結局あの泡食って、あのもうすぐオラーやられて、あの どつかれて慌てて水木作ったり、おあの大海戦としたりして、ものすごい大きなことやってるように見えるんですけども、実際にはそれやらんかっても何にも出なかったという。うん、だから そのショックって、本当のショックっていうのは現行からですね。ああ、だからそれ以前のある意味じゃすげえショックなんだけど本当のショックじゃないわけですね。うん、いや慌てますよね、めっちゃ慌ててるのは慌てますよね。うん、だからここら辺の評価を、まあそこで西明と中野上の切り分けって面白いですね。イケイケどんどんもっとすげえのは紅玉西明姉ちゃんかババア、うん、あ、いえすいません。うん、中野上ちょっとブレーキ踏んでる、うん、じゃないかなと思う気がしないよね。あとでなんなく、いやいやそれありえますね。なんであれだけ神経質な中野上があれだけブイブイやるのか分かんないですよね。そうなんですよ、っていうことでしょ。うん、いや中野上でこんな、あのいやどう考えてもハクソンってアホですやん。アホです。中野大江そういうタイプかなという気がしてて、うん、あの西明見ててこいつならやりかねんと。まあだからあの巨大土木工事の話とか、まあ、だからそれはひょっとしたらあの聞き換えてる連中の誘導なのかもしれないけど、うん、イケイケおばさんですね。うん、イケイケおばさんとちょっと鬱なお兄さんですね、というイメージですね、私は。ですね、わかりました。うん、そんな感じはありますね。そうか、イケイケおばさんと思うとわかんのか。困りますね、こんなイケイケおばさんが社長やったら。困りますよね、これ。どっかの家具メーカーみたくなっちゃいますね。皇族を辞めさせたと、やっぱりでも3名しかいなかったんですかね、天皇に。まあだから結局皇徳を引きずり下ろしたのが、まあ多分皇徳あの一種の変で、ひどい目にあった皇玉元皇玉さんは多分皇徳を引きずり下ろすに一本化したんちゃうかなと私は思ってるんですけどね。うん、で一生懸命こうまず倉山と石川丸にターゲットを絞って失脚工作を取り計らって、で一気にクーデターを起こすと。まあクーデターですね。
皇玉、これ上皇、あ、皇玉さん、これ上皇なんですか、この時。いや、当時上皇ってことはありませんから、まあ、あの、スメミオヤというあれだったかな。あ、そうか、まだ律令ができてないから。うん、持統が最初の上皇。天皇がないから、うん。愛犬はあるんですか、スメミオヤ。いや、私はスメミオヤというのは、あの、実際に後からつけられたんちゃうかな、実際ただのもっと天、もっと、もっと大きみちゃうかなと思ってた。うん、OB で、それは、クーデターを起こしたわけですね。うん。いや、中の上の立場、非常に微妙ですね。うん。だからどうなる、中の大江がそもそもあれどうなんだろうとかね、あの、一種のクーデターがこうやってるとしたら、ものすごい微妙な感じになってます、聞きますよね、この人。つうか、ギリギリのところ動いてる感じ、ね。ギリギリで生き残ったって感じですね。うん。あの赤さから言うと、多分そういう感じだと思いますよ。多分皇徳についたり、あの、多分自立政治じゃなくて皇徳に就くか、おかんに就くか、で、おじさん選んだら、後でおかんが強かったという。じゃあ、後の連中はどうなんですか、内読みとかって言われる。そこまで考えてないです。おかしいですね。やっぱりありえないことが聞き換えてますよね。ん、いやいや、だから日本書紀とか見たってありえないこと書いてますよね。そうですね。古代史はすごいな、面白いな、なんぼでも書けそうな気がするの。おじさんに怒られそうだけど面白いね、これ。白草玉天皇と皇玉斎明というこの女の人が結構な人やったことですね。そうですね、私はそう思っております。うんうん、でなければ粛清征伐というあんな話やらないんじゃないかなと。いや、もともとこういう意味のことは、私はあの、一応私北方氏なんでここなんですよ。この粛清征伐を見たときにいろいろ思ったんですね。いや、あの、これちょっと、あの、これどうなんやろうと思って。合理的判断ではしないですね。そうですよね、これどう見ても合理的じゃないもんと。うん、中の大江、こういうことやるタイプかなと思って。いや、これ最後あの防御タイプ違いますね。うん。じゃあこれも斎明主導でやったと。そう、思ったんですよ。これもきっかけはこれなんですよ。この私の斎明像のきっかけはこの粛清征伐なんですよ。ということは、このおばさんを止められなかったわけですね。うん。多分止められる人間いなかったかなという。っていうことは、天皇体験、大きみ体験ってのは大きいわけね。うん。やっぱりぶっ殺すしかないわけですね。やるとは殺すしかないですよね。うん。で、そこまでの、たぶん中の大江で、たぶんそういうことやるタイプじゃないんじゃないかな。ということは、あの暗殺事件は皇徳。うん。イケイケおばさん、イケイケおじさん。いや、おばさんでしょ。皇徳か皇玉か、どっちが仕掛けたんやん。皇徳だね。私は皇徳が、あの、だから、あの、逆にあそこで皇徳に目の前でイルカを殺せるようなことをやらされて、あの、失脚したからこそどんどんそういうところが肥大化してたんちゃうかなと。あの、これは想像です、想像です、想像です。なるほど。人間ドラマを書いてるだけです。なるほど、いいですね。百田に対抗するの書いてください。斎明としては天皇やった時にあんな事件起こされて、そうそうそう、で、腹心の部下のイルカ殺されて、うん、それも目の前でね、で、天皇の位から引きずり下ろされて、まあ、怒ってる、確か斎明ね。うん、リベンジ戦やったんですね、この皇徳。そういうふうに捉えてます。うん、うん、皇徳ほったらかして、みんな飛鳥へ帰ってしまったのは、うん、だからそう考えると執念深いおばさんでもありますよね。うん、絶対諦めないというか、かなりの能力持ち主だろうなと思うんですね。数年でその皇徳を、あの、一人ぼっちに追い込むぐらい力あったんかなと。うん、だから先生の大山さんが書いてる斎明はすごく能力があったから皇后に選ばれたんやというのは、あ、なるほどなと。それよりやっぱりね、皇玉の方が血統と皇后っていう正当性あるんですよ。やっぱり妃って大きいですよね。大きい。妃、うん、になってるっていうのはやっぱり、あの、皇徳に比べるとそういう意味では正当性強いんです。うん、
これね、なかなか理解してもらいづらいところなんですけど、妃、天皇家から出てる妃の権力ってすごいよね。うん。そういう話でしょ、おそらく。先生。うん。蘇我家から天皇の妻になってるのはダメなんですね。それはダメですよね、結局。無理で。あの、うん。皇女じゃないといけない。あの、つうか、そもそも、あの、あれなんですよね。あの、皇族でないと皇后、あの、いわゆる妃と言われるとはならないんですよ。皇后中宮になれないです、もともと。だからそれを破ったのが光明氏なんですね、藤原の。うん、だから蘇我氏であろうが皇后、いわゆる妃にならないんですよ。武人であっても。だからまあ、皇后ですよね。あの、うん、皇后と、あの、それから例えば武人とかでは、不等が皇后ですよね。超えられない壁という。あります。絶対あります。超えられない壁っていうのがあって、皇后と、武人なりで、で、こちらは要するに、これになるのは皇族だ、あの、皇族だけである。まあ、皇族、あの、これ要するに、いわゆる妃ってやつですね。逆に言うと、この妃っていうのは天皇になる、なれるんですね。そう。だから、当然皇族だけはならないと。非常に民族学的で面白い話ですけど、こうですね、日本の天皇制ってのは。うん。だから、あの、いわゆる、あの、これは、あの、多分女系的な側面もあのゼロではないんですよね。そうです。男系一本ではないんですよね、これは。そうです。女性が正当な地位を持つわけですね。うん。だからこれを総計という人もいるわけで、まさにそれがずっと、まあ、先生の講義で来ると八条院とかまさにそうですよね。うん。まさに天皇になってそこの経済こそ天皇家の経済っていう、うん、八条院なんてまさにこの伝統の上にあるわけですよね。女性の地位は高い、非常に高いというより恐ろしいほど妃の地位は高いわけですね。だからどう頑張ってもあの持統とか幻滅はやっぱり高いんですよ、これ。そうです。どうにもならないぐらい高いんですね。おそらくそういう挙手的な天皇制論に今日なるすげえ話なんですね。うん。怖いな。うまくまとまったところで、この辺で、はい、戦闘経過なんていうのはもう全然出てこなくて。いやいや、戦闘の裏には女帝あり、まさに天皇家のちょめちょめありですね。うん。まあ、戦闘の経過は、あれ、どうでもいいんですよね。白村それ以上言えないもん。まあ、干潟だったとか。うん。バラバラに行っちゃったとか。一方、党の方はこう、あの、党と白木はお互い言葉通じないけど、太鼓のどんどんでこう徹底的にこう連兵されていたとか、それぐらいしか言えないからね。それ、日本書紀に書いてあるんでしょ。そうです。中国側や朝鮮側の文献にあるんですか。多分あ、どうなんでしょう。あの、多分ある、あるけど、多分そんなに書いてないんちゃいますかね。いや、私は。読んでないからちょっとわからないですけども、多分ですよ。多分あのちょろっと書いてあって、日本が負けた、ヤマトが攻めてきて、我が攻めてきて、あ、そのぐらい、そのぐらい、ボロ負けしよったぐらいで、詳しい、多分学ぶところもないし、記録すべきところでもないんだ、ないし、日本書紀のね、記録は、高校の先生向け資料集ってところに、うん、日本書紀で入ってたような気が。この白村こそ、ものすごい非対称ですよね、ある意味。日本にとってはものすごい 大きな変動と、ものすごい大きな損害とインパクトを与えたけども、あの逆にあの新羅とか、唐からしてみりゃ、どっかからの小さい国はピッと攻めてきて失敗しよったぐらいの話。いやいや、それどころじゃない。倒産企業に金突っ込んでるでしょ。日本側ね。うん、あの我々がトイの入港に関して見るレベルの視点じゃないかな。中国あれは、あの、新羅から見たら、まあ、日本がから見たら、トイの入港通のありますやん。うん、あの、なんかよそから攻めてきたけども、すぐに撃退された。はい、おしまいという。そのレベルじゃないかなと。まあ、かもしれない。なんか、あの、我が攻めてきて撃退されました。はい、終わり、みたいな。うん。別に影響ありませんでした。